はい、今回は共産党の山添拓議員が国会で国土交通省と業者の〇〇を徹底追求した件、こちらを考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。この〇〇の部分にはですね、盗聴が入るんですね。で、これっていうのは、えー、ものすごく大きな問題です。で、まあニュースにもなっているんですが、えー、この山添拓さんのですね、まああの追及がとても鋭いっていうことで。 今回この内容をですね、えー、考えていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。であのー、まあたまにリスナー様に聞かれるんですがあの僕はですね共産党をまあ支持してるわけではないんで共産党に別に詳しくないんですよ、まあ。僕が応援してるのは令和山本太郎さんだけなので、まあ、ただ考え方がまあ寄っている似通っているってところで共産党もいいんじゃないかなと、えー、思う時があります。僕はあのー、まあ ね、令和と共産党ぐらいしか国民のことを考えている政党はないと、まあ、僕はそう、まあ、解釈認識していますで、まあ、皆さんの中にはあんまりいらっしゃらないと思いますが共産党と聞くとですね何かこの偏見が多いのかもしれないんですが明らかに自民党とか公明党のしている今のおかしさよりはまともなわけですよで今回の話もね、まあ、共産党と例えば、まあ、自公の比較をするとですね いかに共産党がまともなことを言っているのかと、まあ、そういうことがわかります。逆に言うとですね、自民、公明、自公がですね、どん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 日本を腐敗、衰退させていると、そういったものを政治で食い止めることが必要であると、まあ、そういう内容についてのま思、あ、いということで、え今回はこの件を取り上げてお伝えしていこうと思います。まあどういうことかっていうとですね、まあ、この共産党の山添拓さんがですね、 新聞赤旗かな？新聞赤旗の情報をまあ、使ってですね。きちんとそれを根拠にですね。まあ,あの、何をしていたのかっていうことをきちんとまあ、言っているわけですよ。で、その何をしていたのかっていう部分がですね。まあ、その工事の業者がまあ、地元住民を盗聴していたということなんですね。で、この後詳しくこの内容を考えていきますが、まあ、そのトンネル工事のですね。修復作業とかまあ、そういったものに対してそれをする際に。 この地元住民を盗聴していたんですよでこれなぜ盗聴していたのかっていう目的がはっきりと分かりかねるんでそれに関しては何とも言えませんしかしこれ盗聴していたことは明らかなんですよね、うん、でも目的もなく盗聴するとも思えないですしこの盗聴していること自体これプライバシー侵害にあたるんですよでそのことについては何も言わないんですねでこれものらりくらりとぼけてますが他にもこういうことをやってる可能性っていうのがあるんですよ でえー、リスナー様もご存知でいらっしゃると思いますが、えー、国土交通省、まあ、国交省っていうのが出てきますが、国交省の大,大臣というのは、歴代せんべいのところから選ばれてるということは分かってるんで、つまりせんべい出身者が関係してるわけですね。で、これあの、もちろん情報がないから分かりませんけど、どうやって盗聴したんでしょうね。かおかしくないですか、いきなり、えー、ね、その、えー、地元住民の話を盗聴してですね。 それを業者というか関係者の中でどうのこうのをしていたということが分かったんですよ、これは分かった件なんでね、うん、で一つの考え方としては、この近所住民がです、ねまあ、何かしらの,このクレームとか苦情を入れるんじゃないかとか、そういったことを把握するためにつまり近所住民の発言、行動を把握するために、ね、こういうことをしていたということなんですが、完全にプライバシー侵害でしょ。 全く意味がわからないし、法律違反だと思うんですが、まあ、日本というのはおそらく、えー、はっきりと分かりませんが、こういったことを取り締まる法律がなかなかないのか、まあ、何なのか、明らかにおかしいですが、えー、完全に、えー、もう意味不明なことになっているわけですよ。で、この山添拓議員がです、ね、追及したら、うん、記録がです、ね、ないからわからないと、180日以内のことしかわからないとかって言ってるんですが、今現在もこの、 60人がそのクローズドのコミュニティーかなんかでやり取りしてるってことなんで、うん、一般人は見れないですけど60人いるんだからその関係者から話を聞けっていうことなんですが一向に話を聞こうとしないんですね、うん、だからあのー、この件は明かす気がないってことですよだからつまりせんべいが正体を表したんですよ今回ね同調とか まあ、あるいは分か,分かりません、えーね、住民の方が、えーね、どのような生活をしているのか、そういったことを、まあ、盗聴、隠し撮りをして、ですね市民の行動を徹底監視するっていうね、明らかにおかしいじゃないですか、こんなことをやってるっていう、それを、えー、きちんと、ね、別にでたらめでも何でもなく、山添拓さんがあ新聞赤旗を使って、えー、言ったんですよ、でそれに関してこの国交省の大臣とか、るっきり答えませんからね、うん、いかに腐敗してるかでしょ。 だ自公がですね、えー、自民、公明が自分たちの思惑、例えばその工事とか、まあ、そういった利権だと思いますがそのために、えーね、何でもやるんですよ。で、それに例えば国民が反対するとですね、国民がどういうことに反対しているのかというのを把握してそれこそその国民の,国民の反対意見を、えー、押し潰そうとかそういったことが考えられるんですよね。うん、だからこの公明党の斎、ね、藤という、まあ、国交省の,この大臣っというのもこれも全く話にならないわけですよ。 この事故に関してね、えー、全く自分では何もしてずに、えー、まあしてるのか知りませんけど、とぼけてる。うん、で、このことについて、えー、この共産党の山添拓さんがきちんと追及したっていう、だから事故のこれ、犯罪行為なんですよ、それを追及したんですね。で、この国土交通省の大臣というのはせんべいですから、関係してるわけですよね。で、えー、まあこのニュースですね、えー、このニュースをここから考えていきます。あの新聞、アクハタのですね、2024年3月27日のこの新聞に出ていたんで、 まあこういった、まあ、ニュースですね、えー、住民監視、えー、隠し撮りということですね、えー、外環道陥没を起こしたあネクスコがあまたしてもこのようなことをしたのかという、まあ、そういったことから始まるニュースなんですが、まあ、どういうことかというと、えー、山添拓さんが、えー、外環道の工事を中止するようにということを、まあ、最終的に働きかけたあ話なんですが、その過程においてその盗聴があったということを、まあ、言ってるわけですよ。山添拓さんが3月26日の国会で まああのこのね、東京の環状道路事業のトンネル工事を請け負う鹿島建設、あとですね、この JV という共同事業、共同事業体化、これらの人間たちが、地元住民の監視、盗聴、そういったことをしていたと、この問題を取り上げました。で、この鹿島 JV による投資、盗、ま、聴、あ、っていうのは、新聞赤旗の報道で明らかになったんですね。何をしていいたのかっていうとう 鹿島 JV の関係者があね、えー、その自分たちしか見れない、まあ、グループチャットの中でですね住民のあだ名とかを呼んで板金の仕事よりクレームで稼ごうとしますとかってい中傷象していたんですがいや、まずここで1つ考えます山添拓さんがですねこれは事実かっていうのを追及しているんですがこの件について答えないんですが。うん なぜこういうね、えー、住民の会話を盗聴しているのか、そのこと自体がおかしいわけですよ。話の内容もおかしいですが、それ以前に、こういったものをね、えー、その事故で、うん、まあ、そのせんべいが関係してると思うんで、そういったもので、えー、あの住民の会話内容を盗聴してるってことがおかしいじゃないですか。そのことについては全く触れないんですよ。で、この、まあ、東日本の、まあ、ネクストっていうね、ネクスコネクスコ東日本っていうのが、まあ、言って、 現場の工事関係者に限定し、業務連絡を行っていたとかっていうんですが、全くの嘘じゃないですか。で、そのね、こういうことをして、一件一件誤りに行ってるとか、グループチャットを60人共有したって言ってるんですが、そこが問題じゃないでしょう。その住民の会話を盗聴していることじゃないですか。で、また話の論点をそらす,そらすんですが、このね、住民のまあ、 あだ名を用いたのが不適切だとかって言ってて言るんで、すがそうじゃないでしょで山添拓さんが、えー、この住民の方が2階から覗いていますとかっていうことで、それっていうのはね、住民の動きを監視してるのかと、で表現を変えて、これからも監視を続けるのかっていう、プライバシー侵害だっていうことを、まあ、言ったんですが、えー、この斉藤っていう国土交通省の大臣が、監視盗撮を目的したものではないとかって、えーまあ、言ってるわけですよ、この n e x o 東日本を擁護してるんですね。 じじゃゃあ何ななんだよって話じゃないですか地元住民のしてる行動をいちいちね把握してそれをそのグループチャット内で話しちゃうってそれをあの盗聴と言わず何と言うんですか言ってることの意味がわからないだからもうこの国土交通省国交省せんべいっていうのも腐敗してるんですよだから事故の腐敗ぶりがえこれすごくわかることで山添拓さんのですね、えー、この 追及っていうのはものすごく今回鋭いえー、まあ内容を追及されたと僕は思います。だから別に共産党がどうのこうのっていうことじゃなくこの日本でですねこういった問題があるということを国民一人一人が認識するえそのねえー、ことにまあ気づくっていうかそのきっかけになるとてもいい内容だと思うんで、えー、今回取り上げたんですが山添拓さんはですねえー、まあこのようなことをおっしゃってるんですね。大深度地下法に基づいて住民の同意なく工事を進め 陥没事故を起こし立ち退きを余儀なくさせて、まあ、その地域を破壊したとえその被害者を監視・盗聴することは何重にも許されないと、まあ、批判し外環道工事の中止を強く求めたということで、えー、この新聞赤旗のニュースが終わってるんですが山添拓さんのおっしゃってることは最もじゃないですか。 でこの大震度は影響がないとかそういったことを言って地元の人に対してこの大震度法とかって、えーまあ、全くこう無視して、えー、そういうことをやってその結果、大損害を出したんですよ、このネクスコっていうのがね。でえー、そのあとにこのじじ自治体と結託してです、ね、その抗議してくる住民の個人情報を求めていたっていうでここにです、ね、この今回の盗聴が関係したとするとこれ保証する代わりに別の目的があったと考えられるんですよ。 ここれっていうのは非常に恐ろしいことなんですね。で、こういったことがあったっていうことをこの追及してるのは共産党の山添拓さんっていうことなわけですよ。まともなことを追及されてるじゃないですかで。少なくともこの件に関してはっていうことを、まあ他にもありますけどこの件に関してはこれっていうのはだから国民の安心した生活安全に生活できないじゃないですか。勝手ににこういいった、ね、事故の工事をを、進めていって、それに反対する人間を 盗聴しているとかね。そして、それをその業者内とかまあ、あるいはその事故を潜るで国交省を潜るでね。何かをしているって恐ろしいとしか思えないんで、このようなことをする。自公政権の一刻も早い交代が必要である。そういうことを思う内容です。まあ、もう少しですね。思う事っていうのはあるんですがまあ、ちょっとはっきりと分かりかねるところもあるので。まあ、この確実に盗聴していたということまで分かって。 はっきりとは言いませんがこの国交省の大臣もそれをね認めてるっていうかね答えに詰まってるあたりこの山添拓さんの国会でのこの追求がとても素晴らしいと思いますし国民がですねこういったことを知る必要があると思いますだからよくですねまあこういうことをしてるんじゃないかとか言われるんですがしてたっていうことが今回わかったんですね、うん、この山添拓さんの今回での国会での追及はとてもいいことだと思いますしこういったことを国民がですね認識する必要があると思いまして今回こちらの件について 取り上げました本当に自分たちの利益とかそういうことのためであればそうこういった、ね、国民のこういった盗聴とかそういったこともするとそういうことを把握することが必要ですしそういった自公政権を、ね、一刻も早く交代させないと、うん、日本国民が、ね、安全に安心して暮らせない日本になってしまうとそういった懸念を思いますということで、えー、今回はここで終わります。